さまざまな病気から身を守り、健康的な生活を送るために必要な知識や治療法、予防方法を専門医から学ぶテレビ健康講座健やか見聞録。26回目は外科の吹野俊介さんに甲状腺疾患についてお聞きしました。先生、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は甲状腺の病気についてお話しします。甲状腺という臓器はどこにあって、どのような働きをするんでしょうか。はい、甲状腺は喉元、つまり首の前側にまさに蝶ネクタイのように存在しており、正常な状態では存在を認められませんが、喉元が腫れているということで甲状腺の異常を指摘されることがほとんどです。大事な症状ですので覚えておいてください。また甲状腺の働きは甲状腺ホルモンを分泌しているということです。甲状腺ホルモンは新陳代謝を司っており、ホルモンが少ないと活力が衰え、逆にホルモンが多すぎると新陳代謝が異常に高まって常にランニングをしているような状態となります。甲状腺の病気にはどのようなものがありますか。はい、甲状腺の病気は大きく2種類に分けます。一つは甲状腺ホルモンの分泌異常による病気と、もう一つは甲状腺にできる腫瘍に分けることができます。それと甲状腺の病気で特徴的なことは、女性が男性の5から10倍多いということです。このことは原因は不明です。一つ目の甲状腺ホルモンの分泌異常による病気はどのようなものなんでしょうか。はい、甲状腺ホルモン分泌異常の病気は2つに分類されます。一つは甲状腺の働きが低下して甲状腺ホルモンの分泌が少なくなる病気、つまり甲状腺機能低下症です。代表的な疾患として慢性甲状腺炎があります。治療は甲状腺ホルモン剤を内服することで改善します。もう一つは甲状腺機能亢進症というもので、甲状腺が働きすぎて甲状腺ホルモンの分泌が多すぎるということになります。代表的疾患はバセドウ病です。この時の治療は甲状腺ホルモンの合成を阻害する抗甲状腺剤の内服で管理しますが、コントロールが困難な時は手術や放射性ヨード治療を行うこともあります。甲状腺機能低下症の症状は、甲状腺ホルモンが減少して新陳代謝が低下して起こるものです。喉元の腫れ、脱毛、体温低下、皮膚乾燥、筋力低下、思考力低下、便秘、全身浮腫などの症状が現れます。また甲状腺機能亢進症の症状は、先ほどの甲状腺機能低下症とは対照的な症状を呈します。異常な発汗、手の震え、体重減少、動悸、下痢などが起こります。喉元の腫れは機能低下症も機能亢進症も共通の所見です。この甲状腺ホルモンの異常はなぜ起こるんでしょうか。原因は不明ですが、共に自己免疫疾患と考えられています。つまり甲状腺を自分の体の一部と考えないで、異物として体の中で攻撃し合っていて、ホルモン異常が出ていると考えられています。今度は甲状腺の腫瘍について教えてください。甲状腺の腫瘍も喉元の腫れを指摘されて医療機関を受診することが多いです。かなり進行しない限り症状はありません。甲状腺の腫瘍は良性と悪性、悪性はつまり甲状腺がんのことですが、この2つに分けられます。診察では甲状腺の触診で喉元に甲状腺の腫れを感じたら、必ず超音波検査をします。超音波検査で腫瘍を認めたら、腺子吸引細胞診という検査を超音波を見ながら正確に腫瘍の細胞を腺子吸引して細胞診検査を行います。甲状腺がんでない、つまり良性腫瘍と診断がついたからといって全てを放置するわけではありません。
この腺子吸引細胞診の精度は 90% くらいと考えられています。良性と診断されても手術で切除してみたら甲状腺がんが発見される確率は 10% くらいあります。ですから良性甲状腺腫であっても 2.5 センチを超える大きさの腫瘍とか周囲の臓器を圧迫しているなどの所見があれば手術をお勧めすることがあります。また甲状腺がんと判明したら手術で切除することが必要です。他の方法では甲状腺がんを消滅させることはできません。甲状腺の手術はどのように行われるんでしょうか。はい、通常は腫瘍のある側の甲状腺を半分切除することが多いですが、腫瘍の部位や大きさで甲状腺を全て、つまり全摘除が必要になることもあります。さらに甲状腺がんの場合はリンパ節郭清といって甲状腺周囲のリンパ節を切除して転移の有無を確認します。入院期間は1週間です。そして基本的には抗がん剤などの薬物治療はありませんが、甲状腺を切除することによって甲状腺ホルモンが低下するようなことがあれば甲状腺ホルモンを内服するということになります。不足している甲状腺ホルモンの補充なので副作用はまずありません。甲状腺の手術は特に問題はありませんか。はい、体の表層に近いところの臓器なので他のがんの手術に比べれば手術で生命が脅かされる心配は少ないです。甲状腺手術の特徴として声を出す神経、反回神経と上後頭神経の2つがあるのですが、これらの神経が甲状腺と密に接しているので稀には大きな声が出しにくくなったり高音が出しにくくなったりします。つまり音程が取りにくくなって、カラオケが下手になることがあります。手術層は首の前面にできますが綺麗に縫い合わせることができます。甲状腺がんの中にも種類があるんでしょうか。はい、他のがんと同様で甲状腺がんにも種類がいろいろあるのですが、甲状腺がんの 80% を乳頭がんというものが占めています。またあと 10% は露胞がんというタイプです。残りの 10% はその他いろいろなものがあります。ほとんどが今言った2つの甲状腺がんのタイプになるんですが、切除すればそれぞれ10年生存率が 90% 以上や 85% 以上と人体にできるがんのうちで最も予後が良好ながんの一つです。しかし発見や治療が遅れると喉にある臓器に障害を残し、声が出しにくい、出せなくなる、物が飲み込みにくい、物が飲み込めなくなるなどの障害を残すことがあります。やはり適切な時期の発見治療が必要です。甲状腺がんについて他に注意点はありますか。はい、この治りやすい甲状腺がんですが一つだけ注意点があります。それは未分化がんというものです。これは先ほどと話が180度違って人体にできるがんのうちで最もたちが悪いがんです。一旦発症すると3ヶ月から6ヶ月ぐらいで窒息で死亡する怖い病気です。高齢者が多く以前からあった甲状腺の腫瘍が突然にこの未分化がんに変化することがあり、甲状腺腫瘍のある高齢者は特に注意が必要です。治療はがんの進展が早くて手術は不可能です。放射線治療や薬物治療を組み合わせますが残念ながら効果は低いです。甲状腺の病気の予防はありますか。はい、タバコを吸う人が罹患率が高いという報告があります。それと尿道の過剰摂取や少なすぎることも甲状腺の病気につながります。日本人は海藻類を摂取することが多いのですが、誰が見ても過剰な摂取、つまりご飯より海藻類を多く食べるというようなことでなければ気にすることはありません。比較的予後が良好な甲状腺がんですが、喉元にある臓器なので進展すると取り返しのつかないことになるので、喉元の腫れに気がついたり腫れを指摘されたりしたら当院を受診して超音波検査を受けてください。
3時間で済む検査です。甲状腺の異常はほとんどが喉元の腫れで発見されます。鏡を見るときに顔だけでなく、時には喉元が腫れてないかを気をつけて見てください。先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。